こんにちは皆さん。皆さん、全国各地、皆さんのそれぞれの地域には護国神社があると思います。護国神社は国家のために殉難した人の英霊を祀るための神社です。護国神社に参拝しましょう。私たち日本国のために、郷土のために、一命を捧げられた方々を慰霊検証しましょう。先の大戦では多くの国民が兵士となり、そして多くの若者が国のため、郷土のため、家族のためと己に言い聞かせ出征したのです。全国各地の護国神社の祭神は靖国神社の祭神と一部重なるものの、靖国神社から分祀された霊ではなく、その道府県出身ないし縁故の戦死者、自衛官、警察官、消防士などの公務殉職者を主祭神として独自で召喚し、祭祀を執り行っています。自衛隊発足後、殉職した自衛官も護国神社に祀られるようになりました。皆さん、全国各地にある皆さんのそれぞれの地域の護国神社に参拝しましょう。私たちの日本国のため、郷土のために一命を捧げられた方々を慰霊検証しましょう。よろしければチャンネルの登録、コメント、拡散をお願いします。